はい、こんにちは。レトスの小野です。今日は、宅建業法の免許の部分について解説いたします。で、免許の部分、ちょっと量が多いので、一応2回に分けて解説していく予定です。で、今回は1回目ですね。1回目の内容となって、内容としては、まあ、免許の基本的な部分と結核ですね。このあたりを中心に解説していく流れとなります。 で、2回目については、変更の届け出だったりとか、廃業等の届け出、免許替え。まあ、そのあたりを解説していく予定です。では、早速、1回目の動画、入っていきます。まずは、免許の種類ですね。で、タッ業を営もうとする者は、宅建業の免許が必要です。で、これは、個人で宅建業を営む場合、これ、個人業者って言うんですけれども、 個人業者の場合も、また法人、まあ、会社として免許を受ける場合、どちらにおいても免許が必要となってきます。で、免許の種類については2つあります。都道府県知事免許と国土交通大臣免許です。で、この違いって何なのかというと、その宅建業を営もうとする者が、一つの都道府県内の区域内にのみに事務所を設置する場合、 例えば、東京都内だけに事務所を設置するといった場合ですね。こういった場合は、都道府県知事の免許が必要となります。まあ、今の事例で言ったら、東京都内で事務所を設置するわけだから、東京都知事免許ですね。もしくは、愛知県。愛知県の区域内だけに事務所を設置するというのであれば、愛知県知事免許が必要ということになります。 で、もう一つ。国土交通大臣免許っていうのは、複数の都道府県に事務所を設置する場合です。例えば、東京都と千葉県みたいな。愛知県と岐阜県。さらには三重県。この三つの県に事務所を設置するとか。まあそういった場合、国土交通大臣免許が必要となります。二つ以上の都道府県内に事務所を設置するといった場合が、国土交通大臣免許が必要ということですね。で、 それぞれの免許、知事免許と大臣免許について、免許の取得方法が少し変わってきます。知事免許を取得する場合、これは直接知事に申請をして行います。免許申請を行うということですね。一方で、国土交通大臣免許の場合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に申請して行います。 で、したる事務所っていうのは本店って考えていただいて大丈夫です。例えば、本店が東京都、で、千葉県と神奈川県に支店があったと。まあ、言った場合、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事っていうのは、これ東京都知事ですね。なので、東京都知事を経由して、国土交通大臣に対して申請をして行うと。まあ、言った流れです。そして、免許を受けるための手数料。 ま、つまり申請するためのお金ですね。まあ、これは3万3000円と決まっております。で、ここで重要となってくるのが、事務所。これですね。何が事務所で何が事務所じゃないか。ここをしっかり理解しておく必要があるので、今から解説していきます。大きく分けて3つあります。事務所というのは、1つ目本店、2つ目支店、3つ目営業所等ですね。まあ、本店というのは下る事務所、支店というのは重たる事務所です。 まず、本店、主たる事務所について。これっていうのは、支店で宅建業を営んでいれば、宅建業を営んでいない本店も事務所に該当します。ここ、注意してください。下の図見ていただきたいんですけども、本店ではこれ宅建業をここ営んでないんですね。今、この支店のみ、ここに宅建業って書いてある通り、支店だけ宅建業を行っているんですよ。この場合、 本店は宅建業を行っていなくても事務所に該当します。これがここの部分ですね。赤文字の部分です。で、支店を見てみます。住たる事務所ですね。住たる事務所は宅建業を営んでいる支店だけが事務所となります。ここ見てください。この支店のみ宅建業を営んでいるので、この支店は事務所に当たるんですけども、こっちの支店は宅建業を営んでいないので、事務所には当たらないと。 いうことですでこの図では本店・宅建業を営んでいないんですけどももし本店・宅建業を営んでいてでこの視点で宅建業を営んでいないというのであればこの視点はこの視点は事務所には当たりませんそれがこの米印の部分です本店で宅建業を営んでいても、まあ、これ宅建業を営んでいると仮定するとこの本店で宅建業を営んでいても こっちの視点で、ここで宅建業を営んでいない場合、この視点は事務所に当たりません。ここの事務所は宅建業を営んでいるので、この青文字の部分ですね。事務所に該当します。で、3番目。継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置く者。まあ、こういった場所ですね。 こういった場所は3番営業所等に入ってきます。まあ、これも事務所に当たるよっていうことですね。で、ここのえ宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人っていうのは、例えば営業所長だったりとか支店長とか、そういった人です。で、継続的に業務を行うことができる施設っていうのは、まあ、ちゃんと土地に定着している場所っていう意味ですね。まあ、つまり、テント張りの案内所とか、 まあそういったところってすぐ移動できるじゃないですか。こういった簡易的な施設は事務所には当たりませんということです。まあ、この営業所とかも事務所に当たるので注意しておきましょう。で、ここで3つ問題を出します。まず、本店と支店2つがある会社があって、この支店のみ宅建業を営もうとしております。この場合において3つ質問します。1つ目の質問。 本店とこの支店は東京都にあります。で、残りの支店、この支店は千葉県にあります。この場合、誰の免許が必要でしょうか。二つ目、本店のみ東京都で、二つの支店は千葉県にあります。この場合、誰の免許が必要でしょうか。三つ目、本店は東京にあります。で、こっちの支店、こっちの支店も東京都にあります。この支店のみ、 千葉県にあります。この場合、誰の免許が必要でしょうか ?30 秒時間あげますんで考えてみてください。 で、答えは、一番上は東京都知事免許。で、真ん中と下は国土交通大臣免許が必要となります。では、解説していきます。えまず、本店、宅建業を営んでいないんですけれども、支店で宅建業を営んでいるので、この本店は事務所に該当します。で、この支店、この支店は宅建業を営んでいるので、事務所に当たります。で、一方で、こっちの右の支店、これは、 宅建業を営んでいないので、いいなの事務所には当たりません。ここがわからない方はもう一回戻っていただいてここの内容ですねもう一度ご確認くださいでこれで本店とこっちの左の視点は事務所に当たるということが分かりましたよねで一番上の質問ですね一番目の質問を見るとここの事務所2つどっちも東京都にあるわけです ということは、一つの都道府県内にのみ事務所があるということなので、都道府県知事の免許が必要。つまり、東京都知事の免許が必要ということになります。で、二つ目ですね。二つ目の質問は、本店は東京都。で、支店のこの事務所は千葉県にあるということは、複数の都道府県に事務所が設置されてますよね。東京都と千葉県。二つの都道府県に事務所が設置されているわけなので、 国土交通大臣免許が必要です。で、3番目も一緒ですね。事務所はどこにあるかって考えると東京都と千葉県。だから国土交通大臣免許が必要ということになります。で、続いて。じゃあ、免許を申請しますよって言った場合、免許の申請書。ここに何を記載しないといけないのか。これを列挙いたしました。まず1つ目。称号または名称ですね。 ま、例えば、まあ、レトス不動産とか、まあ、このように書くわけですね。まあ、株式会社、レトス不動産とかでもいいですね。で、まあ、称号とこの名称の違いについては、まあ、わからなくても全然問題ございません。で、二つ目。法人である場合においては、その役員の氏名及び、政令で定める使用人があるときは、そのものの氏名。これを記載します。これは法人の場合ですね。会社の場合です。 会社っていうのは必ず役員がいるんですね。まあ、役員っていうのは取締役と考えていただいたら大丈夫です。例えば取締役ですね。なので、その取締役の氏名を書きます。また、政令で定める使用人。これは例えば営業所長だったり、支店長とかですね。まあ、こういった人の名前も記載します。で、今話した内容は法人の場合なんですけども、個人の場合。個人の場合っていうのは取締役っていないんですね。なので、 ま、個人業者として免許を受けるというのであれば、その人の使名ですね。免許を受けようとしている、この個人の氏名。まあ、つまり代表者っていったイメージです。で、あと、その個人だけれども、人を雇って、ま、支店を作って、支店長を定めると、いった場合もあるんですね。まあ、これが、政令で定める使用人ですね。まあ、その人の名前も記載してくださいと、ま、いうことです。三つ目。事務所の名称及び所在地。 ま、所在地っていうのは分かりますよね。事務所がある場所です。で、事務所の名称なんですけども、これ例えばなんですけれども、三井のリハウス横浜港店みたいな、まあ、こういった感じですね。これ事務所の名前ですね。で、この称号と事務所の名称が違う場合って実はあるんですね。つまり三井のリハウス横浜港店なんだけれども、会社の名前は株式会社レトス不動産とか、 まあそういった場合もあるんですね。例えばセンチュリー21っていうのは、まあ看板がセンチュリー21なのであって、実際その会社っていうのはセンチュリー21本体じゃなくて、そこの地場にある会社だったりするんですよ。まあ例えばここで言うレトス不動産ですね。株式会社レトス不動産が称号で、事務所の名称はセンチュリー21横浜港店みたいな、まあそういったイメージですね。で、4つ目。 事務所ごとに置かれる専人の宅建士の氏名。例えば、まあ、山田太郎とか。まあこれも記載します。で、続いて、他に事業を行っているときは、その事業の種類も記載します。例えば、このレトス不動産が宅建業だけじゃなくて、建設業も行っているよ。不動産管理業も行っているよ。っていった場合は、この二つを記載すると、まあ、いうことですね。で、今5つ解説したんですけども、注意点があって、 ここ見ていただくとわかる通り、氏名は記載するんですけれども、住所は記載しません。つまり、個人の住所っていうのは、役員であろうと、政令使用人であろうと記載しませんので、まあ、この点注意をしてください。で、続いて、免許を申請する際に、先ほど免許申請書、記載事項を解説しました。で、それと合わせて、添付しなければいけない書類があります。それを解説します。まず一つ目。 宅地建物取引業経歴書。これって、これまで宅建業を営んできたのか、またどんな物件を取引したのか、そういったものが書いてある書類です。新規の場合っていうのは、これまで取引したこともなければ、免許を取得したこともないので白紙となります。なので、更新の場合に記載するんですね。いつ免許を取得したのか、で、取引した物件、何なのか、みたいな感じで記載します。で、二つ目。 結核自由に該当しないことを制約する書面この結核自由っていうのは後で解説します。この結核自由に該当すると免許を受けることができないんですね。なので事前に私の会社は結核自由に該当していませんということを制約する書面です。これテンプレートがあって私は結核自由に該当しないことを制約しますみたいなことがこう書いてあるんですよ。で、そこにまあ署名なつにして終わりとまあいうことです。 で、続いて、事務所について、1000人の宅検士を備えていることを称する書面。まあ、これっていうのは、宅検業法で決められているんですけども、各事務所において、5人に1人の割合で、1000人の宅検士を備え付けなければいけないんですね。例えば、まあ、本店が、10名いましたと。従業員10名いました。まあ、これは社長とかも含めて、10名いましたと。で、10名いる中で、 二人以上を千人の宅検診を備えなければならないということですね。まあそれを称する書面ですね。まあこれも添付します。で、四つ目。その他国土交通省令で定める書面。まあこれは宅検業法の施行規則1条の2で規定されている内容なんですけども、ちょっとこれ多いんですよ。多いので、 まあ確認したい方は、宅検業法施行規則1条の2の内容をご覧ください。まあ、正直、ここまでは、えー、覚えなくてもいいかなと思ったので省略いたしました。では、免許の欠格要件を解説していきます。結、ま、核、あ、要件っていうのは、結核自由と言っても大丈夫です。ここでお話しした内容ですね。結核自由。で、この結核自由、結核要件っていうのは、免許を受けることができない原因のことです。 そして今からお話しする中で一つでも該当するとこれは結核に該当しちゃって免許を受けることができなくなります。その内容を一つ一つ解説していきます。まず一つ目。破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていないもの。まあ、破産をして復権をまだ得ていないもの。これは結核になります。免許を受けることができません。で、この復権を得ていないもの、復権を得ないものっていうのは 破産した後に権利をまだ回復していないものですね。つまり、復権を得たら、これは権利を回復しているので、結核には当たりません。ここは注意しておきましょう。で、二つ目。禁庫以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの。この人も結核になります。禁庫以上の刑っていうのは、禁庫、懲役、まあ、死刑ですね。 ま、死刑になったらもう刑務所から出ることができないんで、ま、当然なんですけれども、ま、禁錮刑とか懲役刑だと、一定期間刑務所に入って、その後出所しますよね。で、この出所することが刑の執行が終わりっていうことです。つまり、刑の執行が終わってから5年を経過していないもの出所してから5年を経過していないものは免許を受けることができません。 これは罪名問いません。まあ、罪名っていうのは、例えば詐欺罪で懲役刑になって5年を経過していない。まあ、その人も結核ということですね。で、この執行を受けることがなくなった日、この執行を受けることがなくなったって何なのかというと、例えばなんですけども、もうほぼ、ほぼほぼないんですが、まあ、御社っていうものがあって、まあ、特定の人に対して刑をなかったことにするっていうのがあるんですよ。まあ、これは正直、まあ、覚えていなくても大丈夫です。 イメージとして頭に入れていただきたいのが、刑務所を出てから5年を経過していない者が免許を受けられないんだ。つまり刑務所を出て5年を経過すれば、ここの結核自由に当たらないよってことですね。免許を受けることができるようになるということです。で、3つ目。3つ目は、この下の自由によって罰金刑に処されて、で、その刑の執行終わり。または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。 で、これは罰金刑の話なんです。これらが原因で罰金刑受けて、で、刑の執行終わりっていうのは、これは罰金を払ってっていう意味です。罰金を払ってから5年を経過しないものは結核です。一方で、罰金を払ってから5年経過すれば、結核には当たりませんので、免許を受けることができるということですね。で、この罰金刑に処せられて、 結核になる場合って、もう限られています。ここに書いてある内容だけなので、これ覚えておきましょう。宅検業法違反で罰金刑に処された場合。暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反して罰金刑に処せられた場合。また、傷害罪とか現場助成罪、暴行罪、狂気準備集合罪、脅迫罪。 この辺りっていうのは、まあ、暴力関係っていったイメージですかね。まあ、こういったことを理由に罰金刑に処された場合ですね。で、あと、背任罪。これ背任罪って内容ちょっと難しいので、背、ま、任、あ、罪っていう罪があって、背、ま、任、あ、罪プラス罰金刑の場合は、これ結核に当たるんだって覚えていただければ大丈夫です。で、暴力行為等処罰に関する法律に違反して罰金刑に処せられた場合。 この場合も5年経過していないものは結核に該当するという内容です。ここの内容ですね、できれば頭に入れておきましょう。イメージとしては、宅建業法違反、暴力団に関係する話、あと暴力関係、あと背任罪ですね。このようにグループ分けすると頭に入れやすいと思います。で、4番目、不正手段によって免許を取得した。 または業務停止処分の対象行為を行って上場が特に重い。さらには業務停止処分違反。この3つの違反を、ここでは3大違反と呼ぶようにします。不正に免許を取得した場合。業務停止処分の対象行為を行って上場が特に重い場合。業務停止処分を受けているにもかかわらず、業務を行った場合。で、この3つのいずれかに違反して免許を取り消された場合。 その取り消された日から5年間は欠格です。5年を経過すれば免許を受けることができます。で、5つ目。三大違反により当該免許を取り消されたものが法人である場合。これ前提です。法人ですよ。今から解説するのは法人です。で、取り消しにかかる弔問の期日及び場所の公示の日の前、60日以内にこの法人の 役員で、あったものこのも,のも結核になりますで一つ一つ解説するんですけども、この弔問の期日及び場所の工事っていう話なんですけども、これ、免許を取り消されたものって書いてありますよね。まあ今回法人なんで、免許取り消し処分を受けた法人。これって、免許取り消し処分を受ける前に、弔問っていう手続きを行うんです。弔問っていうのは、言い訳を聞く場です。 言い訳を聞く機会。いきなり取り消し処分ってないんですよ。取り消し処分をする前に、あなたは、まああなたっていうか今回は法人なんで、あなたの会社は、まあこういう悪いことをしましたよね。だから、免許取り消し処分になりますよ。あなたの言い訳を今から聞かせてください。みたいな感じで、言い訳を聞く機会を与えられるんです。で、その期日と場所が公示されるんですね。期日っていうのは、今言った弔問の日です。弔問を実際に行う日。 または弔問、及び聴問を行う場所。工事っていうのはお知らせっていう意味なので、この日、この聴問の日と場所が知らされた日、以前、うん、60日以内、ここの工事された日、お知らせがあった日から遡って60日、ここの間です。ここの間で役員だったもの、このものも結核になるんですね。で、いつまで結核になるかというと、 この免許取り消し処分、これは会社ですよね。法人が免許取り消し処分を受けた日から5年間、欠格になります。つまり、この免許取り消し処分があった日から5年を経過すれば、この役員だったものは結核じゃないので、まあ免許を受けることができると、まあいうことですね。じゃあこの役員って誰を指すのかというと、業務を執行する社員。まあこれ業務執行社員って言うんですけれども、 ま、会社の肩書きで言うと、執行役員とか、ま、そういったイメージですね。あと、取締役。で、執行役。または、これらに準ずるもの。あと、相談役。顧問。ま、こういった名称をよく使われるんですけども、ま、こういった名称を有するものであるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役、これらに準ずるものと、 堂々以上の支配力を有するものと認められるものも含んできますよっていう話です。まあ、つまり会社の中で一定の権限を持つものですね。これが役員だというイメージで大丈夫です。で、ちょっと言い忘れたんですけども、この三大違反っていうのは先ほど言った不正手段によって免許を受けたもの、業務停止処分の対象行為を行って特に上場が重いもの、業務停止処分に違反したもの、この三つですね。 で、ちょっと補足で、業務停止処分の対象行為を行い、上場が特に重い。これのイメージなんですけども、まあ、例えば、35条書面、重要事項説明書っていうものがあって、で、これを行わなければいけないのに、えー、行っていなかった。つまり、重要事項説明を行っていなかった、まあ。この場合、業務停止処分の対象行為にこれ当たるんですね。つまり、業務停止処分を受ける可能性あるんですよ。で、それについて、上場が特に重い。 例えばなんですけども、まあ、以前に、重要事項説明していなくて、指示処分とか受けてましたと。もう2回も3回も指示処分受けている。で、さらにまたやっちゃったと。そういった場合、これはもう上場特に重いですよね。もう何回言っても分かっていないねと。まあ、そういった場合、免許取り消されますよ。っていう話です。で、こっちの業務停止処分違反っていうのは、業務しちゃダメですよって言われているにも関わらず、業務した場合なんで、 ちょっと内容違いますんで、この点注意しておきましょう。で、続いて6つ目ですね。三大違反に該当するとして、免許の取消処分の弔問の期日及び場所が公示された日から、当該処分をする日、または当該処分をしないことを決定する日までの間に、解散、廃業による届出があったもの。で、当該届出の日から5年を経過しないもの。この人も結核に当たります。 まず、三大違反。これ先ほど解説しましたね。三大違反に該当すると、これ、免許取消処分受けるんですよ。で、免許取消処分を受ける。この予定日があるじゃないですか。もう、受けるって分かっているのであれば、もうその前に、会社解散しちゃおうとか、個人であれば、もう廃業しちゃおうとか、そういった届け出をする人がいるんですよ。つまり、この免許取消処分を逃れるために、届出しちゃって、やめちゃおうと。 卓建業を辞めちゃおうっていう人も出てくるんですね。これなんで辞めるかっていうと、辞めた後にもう一回免許取り直したらいいじゃないかと。免許取り消し処分を受ける前に辞めちゃって、で、もう一回新たに免許の申請して免許取っちゃおうと。そういう悪いね、考えする人いるから、まあ、ここの話があるんですけども、この場合、届け出をしたとしても5年間、え、結核です。 なんで、免許取り消し処分を受けた場合と、届出をした場合では、まあ、それほど変わりませんよって話です。まあ、もちろん、届け出した場合の方が、まあ、ちょっとですね、まあ、早く免許を受けることができるようになりますよね。まあ、5年間結格いずれも5年間結格です。免許取り消し処分を受けても、ここから5年間結格なんで、まあ、ちょっと早いけれども、まあ、そんなに大して変わりませんよって話ですね。で、一応、この、長文の公示日から処分をする日。この処分する日っていうのは、処分予定日ですね。 または処分しないことを決定する日。まあ、これはあくまでもこれ、取り消し処分予定日なんで、もしかしたら、これ、聴聞,聞いた後に、あ、これだったら処分しないよっていう場合もあるので、まあ、この文言が入っているだけなんで、まあ、大してこれ気にしなくてもいいです。この二つ合わせて、まあ、取り消し予定日だと、まあ、考えていただいて大丈夫です。まあ、この間に、解散とか廃業届出をしたものっていうものは、5年間欠格ですよって話ですね。 で、一応、相当の理由があるものを除くって書いてあるので、この解散とか廃業に相当の理由があったと言った場合は、これ、適用されません。まあ、この相当理由っていうのはもう考えなくてもいいです。つまり、処分逃れじゃないんだよと。処分逃れじゃない別のちゃんと理由がある。そういった場合は、ここに該当しないっていう話ですね。で、7番目。三大違反に該当するとして、 免許取り消し処分の弔問の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日または当該処分をしないことを決定する日までの間に合併により消滅した法人または解散、廃業の届け出があった法人の弔問期日及び場所の公示の日の前60日以内に役員であったもので当該消滅または届出の日から5年を経過しないもの で、これは法人に限った話なんです。で、なぜかっていうと、ここに役員って書いてありますよね。これあくまでも役員が結核ですよっていう内容なんです。で、どういった役員なのかがここに細かく書いてあるんです。なので、これは法人の中の役員の話で、先ほど話した6番目の内容は、法人だけじゃなくて個人も該当する内容となっております。で、今役員の話したんですけども、これどういった役員かというと、内容的にはもう先ほどとよく似てるんですよ。 長文の工事日から取り消し処分の予定日までの間に、解散とか廃業の届け出をしたもの。まあ、これ法人ですね。で、あと、合併により消滅した法人っていうのもあるんですよ。処分を逃れるために届け出するんじゃなくて、処分を逃れるために合併消滅させる。つまり、他の会社と合併して、今ある会社をなくす、消滅させるっていう方法ですね。つまり、これも処分逃れの方法なんです。まあ、そういった場合、見逃すわけにはいけません。 この工事日から60日以内、ここですね。ここの間で役員だったものも結核になりますよ。つまり法人も結核だけども、役員も結核になりますよっていう話です。で、役員はこの消滅の日、または届出の日、ここから5年間結核になりますよっていう話です。で、7つ目。免許の申請前、5年以内に、宅地建物取引業に関し、 不不正またたは著ししく不当な行為をしたもの8つ目、宅地建物取引業に関し、不正または不誠実な行為をする恐れが明らかなもの。もうこの2つについては、これ、免許を与える知事とか国土交通大臣の裁量によるんですよ。まあ、裁量っていうのはさじ加減ですね。つまり、何が不正で、何が著しく不当なのか、また何が不誠実なのかって、まあ、なかなかこれ判断しづらいじゃないですか。 なので、これっていうのは、その免許を与えるもの、知事とか国土交通大臣のさじ加減によりますよっていったイメージです。一応、これ言葉だけですね、頭に入れておきましょう。言葉が頭に入っていれば、これ解けますんで。で、9番。心身の故障により、宅地建物取引業を適正に営むことができないもの。これっていうのは、精神の機能障害によって、宅建業を適正に営むにあたって必要な認知、判断、 および意思疎通を適切に行うことができないものを指します。これも個々に判断するんですよ。つまりこれもさじ加減によるっていう話ですね。まあ、例えば認知症でもうほぼほぼ言っていることが理解できていないとか、もうこういった場合っていうのは、これ、宅建業を適正に営むことができないものに該当するので、この場合、結核になりますよっていう話ですね。で、多少精神障害あったとしても、この人だったら大丈夫だろうって、 判断するのであれば、これは結核には当たりません。で、続いて10番目ですね。営業に関し、成年者と同一の効力を有しない未成年者で、その代理人が全各合。これは1から9。これまで話してきた内容ですね。のいずれかに該当するもの。で、まず、営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者って、どういった未成年者かというと、これは法定代理人。 つまり、親。親から営業許可を受けていない未成年者です。この日本にいるほとんどの未成年者がこれに当たりますね。もう普通の未成年者です。ほとんどの未成年者、親から営業許可を受けてないですよね。なんで、営業許可を受けていない場合、その親が結核に該当していたら、その未成年者は免許を受けることができないっていう話です。つまり、親から営業許可を受けていない未成年者であったとしても、 親が結核に該当していないのであれば免許を受けることができるので、この点注意をしておきましょう。あくまでここで言っている結核っていうのは、親から営業許可を受けていない未成年者であって、かつ親が結核自由に該当する場合です。この場合結核ですよって10番は言ってるんですね。で、11番。法人でその役員または政令で定める使用人のうち、 1>, 1から1号までのいずれかに該当する者が在籍している法人。これも結核です。つまり、会社の中に結核の役員だったり、結核である政令使用人がいるといった場合、その法人も結核になりますよっていう話ですね。で、12番っていうのは個人なんですけれども、この個人は結核じゃなかったとしても、政令で定める使用人、政令使用人が結核に該当する場合、この場合、その個人ですね。 雇っってていいる人も結核に当たりますすよっていう話で,すで13番目。暴力団員がその事業活動を支配するもの。つまり、ある会社があったりとか、ある個人がいて、会社、個人は結核に該当していない。でも、この法人とか個人を事実上支配しているのが暴力団員だった場合。その場合、その会社とか個人も免許を受けることができませんよっていう話ですね。で、14番目。 事務所について法定人数の割合で1000人の宅検誌を置いていない場合。まあ、これ当然ですよね。各事務所において5人に1人の割合で1000人の宅検誌を置かなければいけません。もし置いていないのであれば免許を受けることができないってことですね。で、最後に免許の有効期間と更新について解説していきます。免許の有効期間は5年間です。誰の免許を受けたとしても全国で営業活動ができます。 例えば、東京都知事免許を受けました。その会社が、例えば名古屋で取引するってことも可能ですし、沖縄で宅建業の取引をするってことも可能です。で、続いて、更新の手続きですね。免許の有効期間満了日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出してくださいよっていうルールになっております。まず、免許を受けました。で、5年後。 期間満了になりますよね。有効期間がここで期限切れになっちゃう。その、その90日前から30日前までの間、ここの間に更新申請してくださいねっていう話です。で、通常、更新申請をしたら、期間が満了する前に更新処分を受けるんですよ。で、もちろん更新処分をもしここで受けたら、こっから5年間免許が有効になります。新しい免許が有効になるんですね。 一方で、この期間満了前に更新処分が受けられない場合もあるんですよ。つまり事務処理、えー、時間かかっちゃって、期間が満了した後に更新処分受けた。この場合どうなるかっていうと、この場合、従前の免許が有効期間満了後も更新処分がなされるまでの間、引き続き有効となります。つまり、ここで期間満了だから、有効期間切れるわけですよ。切れるけれども、 ちゃんと更新申請をしているのであれば、更新処分があるまでの間も、この従前の免許、古い免許は有効ですよと。で、更新処分がされました。そうするとどうなるかっていうと、新しい免許は、この期間満了日の翌日から免許が有効になります。ここ注意してください。この更新処分があった時から5年間有効じゃないので、この点は注意をしておきましょう。 そして最後に、弊社レトスは現在、短期集中実用カップ講座を開講しております。これまで勉強してきたけども実力がつかない。どうやって勉強したらいいのかがわからない。試験日までの計画が立てられない。わからない部分について質問がしたい。忙しくて時間がないけど、今年絶対合格したい。もしそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座であれば、今お話しした5つの課題、すべて解決することができます。 無理なく無駄なく効率的に勉強していくのが短期集中実用カップ講座です一緒に勉強して合格を目指しましょうあなたの受講お待ちしております短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますんでぜひご確認くださいあなたの受講お待ちしております